さあ、本日最後でございます。ジェイク・リー選手、率いる、新チーム結成いたしまして、そちらに関する記者会見をただいまより始めさせていただきます。それでは、ジェイク・リー選手、よろしくお願いします。はい。昨日の試合でチームとしての初陣を勝利で飾れました。ただ三冠戦は負けはしたものの、まだディランは世界タッグを持っているので、その世界タッグをしっかり防衛してもらって、まあその過程でもこのチームの存在感というものを出していけたらなと思います。でチーム名も決まっているので発表させていただきます。チーム名はスイーパー。ロゴは出来上がり次第会社の方に、はい、提出させていただきます。質疑応答に移らさせていただきます。質問ある方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。ジェイク選手、このチーム名の由来を教えてください。ディファで言ったように綺麗好きでしたね、はい、このスイーパーっていうのは掃除っていう意味なんですよ。まあ、もう一つの意味が始末するっていう意味なんですけどね、はい、人の心って環境が汚れてると荒んでいくものなんですよ、はい、なのでそういったものをねこのチームで払拭できればなっていう意味合いで、はい、付けさせていただきました。この4人の皆さんはこのチームについていかがですか。佐藤選手。はい、リーさん言った通りまさしく綺麗好きです。払拭したいものが多分皆さん溜まってると思うので、それを、北海道から徐々に出していきたいなと思います。はい、はい、まあ、自分も最初復帰戦でタッグ組んだ時から、うん、やっぱりなんか馬が合うなっていう感じはあったん でこの考え聞いた時も、もう僕ももちろん 100% 賛成だったんで、もう全く問題ないです。はい。まあこの業界基本的に昔からながらの、まあ、伝統にこだわる、まあ、ゴミみたいな伝統とゴミみたいな人間ばっかりなんで、そういう人間の言うことを、どんどん無視して、みんながこうだからこうしなきゃいけないっていうね、そういう伝統をどんどん掃除してもらうっていう意味では。まあ、さすがジェイクっていう感じで、まあもう最高のネーミングじゃないですかね、はい、もう僕がやりたかったことをそのまま、うん、チーム名にしてくれたっていうことだし、基本的にジェイクと僕とディランもコージもケージも基本的に前を向いてるポジティブな性格なんで、考えてることは全く同じだと思ってます。What do you think about the name, the sweeper? What do you think about the team? Yeah, you want to fight with the team? I guess the name kind of makes sense. So let's start sweeping up the rubbish. And let's bring. We already have the world tag titles. So either myself.Jake or Saisa, let's get the triple crown. I want a rematch with Miyahara because I know that next time he's not going to beat me. And we have two of the best juniors in probably the world, in my opinion. So I look forward to seeing what we all do as a group, and we all work well together, as you've seen. We all look good.We're all in good shape, so you'll see eventually. このスイーパーというチーム名の理由について理解しているつもりでいて、まあ、あとこのスイーパーの中には、まあ、サイさん、あとジェイクさん、あと自分含めて3人の
の宮原選手に対して3回に再挑戦できるメンバーが3人揃っているので3人で必ずあの絶対トリベルト3回のベルトを取り戻しに行きたいと思っています。またスイッパーの中にはまた佐藤圭一選手と山本浩二選手という2人の素晴らしいジュニアの選手がいるのでこの5人で合わせて全日本プロレスをもっと盛り上げられると思っています。まあ、昨日から新人と指導しましたけどね、はい、ジェイク選手の中でこう今考えている大きな目標っていうのはどんなふうにありますか？大きな目標、まあ個々の力はあるのでまずはチーム力を高めるためにしっかりとほうれん草ですよね取りながら、うん、戦っていきたいなとは思います、はい、ベルトやそういうものはその先にあるので今実際にサイさんとディランは持っているのであとは僕と山本選手と佐藤選手、まあ、しっかり結果を残してっていうふうに考えてます。まあ、その結果という意味でまず目先の大きな戦いというと三冠チャンピオン宮原選手のシングルが控えてますけどそれに向けてはいかがでしょう？そうですね、個人的なことを言うのであれば、7月1日新札幌で最終戦であるのでまあ、ずっと組んでいたからこそ宮原健人の気持ちっていうのはすごい僕は分かるので、はい、戦い方も分かるし性格も知っているし、はい、だから復帰したから復帰して間もないからっていう見方をする人は多分すごい多いと思うんですけど、うん、まあもし宮原選手がねそういう風に考えているのであれば足元救われるんじゃないのかなって僕は思いますけどね。まあ、ここでジェイク選手が勝てばこうスイーパー 自体にもいいこう追い風になると思います。そうですね、まさしくその通りだと思います。まあ、山本選手まだ先の話ですけど、はい、8月の日に当たっている戦に、まあ、念願かなって田中選手ここで出場になりましたけど、はい、それに向けて、はい、そうですね、やっぱり今ジェイク選手が言ったようにスイーパーとしてもやっぱり結果が求められるっていうことがやっぱりなってくるのでやっぱり結果を取るために、まあ、田尻さんと組んで、うん、もちろん優勝を目指すのはもちろんなんですけど、まあ、最初ジュニアタッグ、ジュニアリーグ2月のジュニアリーグ終わった後に田尻さんとちょっと意気投合してやっていこうっていう時にまあなかなかうまく、まあ、試合が組まれなかったりとか、まあ、あんまりちょっと思うように僕らの理想の進み方をしなくて、まあ、ちょっと自分もモヤモヤしているところでのこのユニット結成だったんでやっぱりちょっとまあチューブラリンじゃないですけど、まあ、自分が言ったことにやっぱり責任は持ちたいっていうのもあるのでやっぱりちょっと今回はどうしても田尻さんと組みたいと思ったので、うん、やっぱり求める結果は一番上を目指してその先また自分の個人の目標もあるのでそこにまた向けていきたいと思います。まあ、圭一選手は、はい、当面こう大きなテーマはないですけど、はい、これから新ユニットスイーパーのメンバーとしてどのように戦っていく気持ちですか？はい、そうですね、あの僕とリーさんは実は切っても切れないというか昔から一緒だったんですよ。僕がこの全日本プロレスに入った時の入寮の日迎えてくれたのはリーさんです。そこから僕が辞めるまでずっとリーさんと2人で同じ部屋に過ごしてました。まあこうなったから言いますけどリーさんが欠場した時も常に連絡取ってたのは僕ですし入院した時にお見舞いに行ったのも僕ですし退院した後に一緒にご飯行ったのも僕ですしリーさんのことを一番思ってる
片思いかもしれませんけど、リーさんのことを一番思ってるのは僕です。なので目標というか今はもうこのリーさんについていくというのみです。先ほどディラン選手の方から三冠を狙える3人がいるという発言がありましたけれども、このヘビー級のお三方で誰が先に三冠を取るか、そういった競争という部分もユニット内であるのかなと思うんですけど、そのどうですか。いや、もちろんそうですよね。選手としてやるのであれば、はい、ただの仲良し小良しクラブであればユニットなんて結成する理由はないので、今すぐにどうこうっていうのは、まあ正直誰も多分考えてないと思うんですよね。あのディランも昨日負けたばっかりだし、あの、まあ、ジェイ君も、まあ、僕もあの、ね、あの今すぐどうこうっていうのはないんですけど、まあ、彼の言う通り、まあ同好会じゃないんで、あの結局目標が一つあって、あの、まあ、ここが大成功を収めるための、まあそのためのチームですよね。まあ、このチームで化学反応を起こして、まあ何倍もの力に変えて目立ってアピールしてベルト取って、うん、いつも言うんですけど、でもそっからですよね。ベルト取ったところが、まあ、ゴールだったらみんな成功してるはずだし、そうじゃないですよね。ベルト取ってからが一番難しいですよね。でもそういうこともなんかこの4人っていうのは、ね、僕含めてこの5人はあのなんかねやっぱ苦労していろいろすごい理解してるんじゃないかなと思います。なんかこう、まあ、仲いいしすごく、うん、でもじゃあプライベートで、まあ、会ってね傷の舐め合いしてるかっていうと別にそんなことも全くないし、まあ、試合に向けて、まあ、ユニット立ち上げに向けてなんかいい意見交換しかやったことないし、うん、僕はねすごく、うん、いい意味であっさりした関係じゃないかなと思いますね。